お前が15年前に全てを失うことになった9回裏のサヨナラホームラン、その真相を調べてほしい。これはその時のお前のホームランボールだ。誰なんだあんた。まだ近いところにおるはずだ。探せ。返事は後日聞こう。おい、ちょっと待てよ。これどうして待ってんだ。サヨナラホームランの真相ってなんだよ。あれは実力で打ったんだ。真相なんて何もねえよ。高杉さん、今日もですか。勘弁してくださいよ。さあ、返事を聞かせてくれ。ちょっとあんた、一体何なんだよ。つうか、靴も脱いでくんねえしさ。昨日も言ったでしょ、15年前のサヨナラホームランに真相なんてそんなもんはないよ。じゃあ、なぜあのホームランの翌日、品田達夫はサイン筒と野球賭博の容疑をかけられ、球界は永久追放になったんだ。あれがお前にとってプロ野球一軍初の打席、そして最後の打席になった。帰ってくれ。これは興味本位ではなく仕事の依頼だ。15年前の真相を当事者のお前に調べてもらう。全ての真相が明らかになれば、このアタッシュケースの中身を報酬として払う。金額はお前が受け取ることのできなかった契約年俸と同じだけの額ある。それって2000万だ。2000万って、あんた一体何者なんだ。それは言えない。だが15年前の真相が俺にとってはこの金に値するほど重要なことなんだ。なんでだよ。お前とどう関係してんだよ。引き受けるのか受けないのか、金が必要なんだろう。さっきからおとなしく聞いてたら、あのね、あの一件で俺はな、人生を引っかき回されたんだ。俺だけじゃない、あのホームランに関わったやつ全員だ。早く忘れてんだよ。どんなに金積まれようが今さら思い出したくねえんだこの野郎。じゃあお前はこの仕事断ると言うんだな。当たり前だ。ほら受ける。おいおい、物騒なもん持ってんな。そいつはしまってくれよ。俺はその男の身柄を預かってるような立場のもんだ。品田にはそれなりの額の金を貸していてな。それで？その仕事受ける。お邪魔します。ちょっと高杉さん、このややこしい状況をさらにかき乱さないでくださいよ。な、お前俺にそんなこと言えた身分か。借金とこれとは無関係でしょ。あ、そう。じゃあ借金は指の保険金で返済っていうことでいいな。は、とりあえず今日は指一本潰すけど、病院にはプレス機でって言うんだぞ。な、何言ってんすか。社員でもないのに労災なんて降りるわけないでしょう。何これ。昨
お前が宛名書いた領収書にカーボンを挟んで仕込んどいたんだよ。就職おめでとう。ちょっと待ってくださいよ。ちょっとだろうがたくさんだろうがいくら待っても風俗ライターに返済なんてできないだろう。まあ他に稼げる仕事でもあるっていうなら話は変わるやな。あのホームランは俺が実力で打ったものだ。東京ギガンツの沢田が6球続けたカーブの後、キャッチャーのサインを無視してまさかのストレート。俺がそれを完璧に捉えただけだ。サインを盗むなんてことはしてなかった。サインを盗む？おお、いわゆるサイントってやつか。ではなぜ球界を追放になった？野球賭博の容疑は晴れなかったからだ。賭博は本当にやってた？やってないよ。それは誰かに容疑をかけられたということだ。知らないよ。俺みたいな無名の二軍上がりを追放して誰が得すんだよ。得をした人間がどこかにいるはずだ。俺はその人間が誰か知りたい。探し出せるのは当事者のお前以外にはいない。仮にこいつをはめた人間がいたとして、そいつを特定したら絶対に金はくれるんだろうな。約束は守る。これは俺の連絡先と当座の金だ。この仕事確かにお前に依頼したからな。この人が立ち会い人だ。了解。それじゃまた連絡する。しかしな、まさかあん時の選手がお前だったとはな。当時はかなりニュースになったもんな。だから違うって言うなら、お前をはめたやつを探し出せよ。真相を知ることができて、ついでに2000万円も手に入るんだ。借金完済するチャンスじゃねえか。高杉さん、悪いけど少し考えさせてください。何言ってるんだよ。もう引き受けちまったんだ。お前はやるしかねえんだよ。断るならお前の指。とにかく考えさせてほしい。いいだろう。でもこれだけは忘れるなよ。俺から逃げようなんて無理だからな。
you
そ。
いや。マジか。マジっすマジっす。さっき街頭テレビで言ってました。よりによって藤田かよ。ないわ。まあ俺もビビりましたけど、それにしてもあいつまだ監督やってたんすね。終わった、来シーズン終わった。ギガンツなんなんだよもう。え、ギガンツ監督藤田って。ちょっと今の何の話ですか。いや、ギガンツの監督があの藤田に変わるって。そんなことが。本当だってば。街頭テレビ見てみなよ、さっきまで流れてたから。どうも。どこが出る？最近。
こうしてプロ野球界に帰ってこられましたのも多くの方々の努力とご支援があってのこと。遅すぎる春はないと信じ、日々地道に努力を続けてまいりました。多くの人々に希望を与えられるよう頑張ります。こいつ、あの野球賭博事件の時のワイバーンズの監督だろう。いや、監督復帰できたもんだわ。しかもよりによってあのギガンツの監督になるとは。名古屋の人間バカにしとるのか。何にも知らないくせにバカ。ん、兄ちゃん、俺らに言ったのか。あ、いやいや、そんな。親の出からワイバーンズ一筋の俺らに向かって何も知らんだと。あいつはな、ワイバーンズ時代に不正行為をしとった名古屋の面汚しだわ。そんな証拠どこにもねえだろ。監督は騒動の責任を一手に受けて。あ、すいません、つい。ちょっと顔かしゃ、おら。すっきりしたぜ。今年のワイバーンズの成績にはよ、ドエリアストレス溜まっとったで。野球ぐらいでムキになるもんじゃないな。あ、いって。でも、あなたが負った痛みに比べたら、俺なんて。あ、たっちゃん、今ええか？うん、まあ。どうしたの？元気ないがね。実はお店の子たちとクリスマスキャンペーンのケーキ作ったんだけどさ、お客さん少なくて余っとるんだわ。よかったら食べに行こうへん？そうだな、行こうかな。じゃあお店の屋上で待っとるね。あれ見て、あれ。たっちゃん。その傷。別に大したことないよ。なんかあったの？ミルクちゃん、忘れちゃいたい過去ってある？そりゃこんな仕事しとるとね、覚えとりたいことの方が少ないがね。そっか。時々ね、自分のことを誰も知らん町に行って別の自分になってやり直したいって思う時あるわ。俺もそう思ってこの町で生きるようになってもう15年。懐かしいがね、たっちゃんが初めてこのお店に来た日。あの日は寂しくてしょうがなかった。誰でもいいから俺のことを知らない人と話がしたい気分だった。で入ったのがこの下の太ももクラブ。本でついたのが私。
確かフリーの50分。ミルクちゃんは何も聞かずに抱きしめてくれたんだよね。そりゃそうだわ、それが仕事だで。そう、ミルクちゃんにとっては仕事でも、俺はミルクちゃんのぬくもりに触れたから変な道に進むことなく踏みとどまれたんだ。それなのにねえ、二人でどっか行っちゃわない？明日の始発でこの街を出るんだ。素敵ね、映画みたい。知らない街に行って知らない人間になってさ。どうせなるんだったら私小学校の先生になりたいがね。小さい頃の夢だったんだわ。なれるさ、絶対なれるって。別の自分でも俺は何になろう。あ、そうだな。はい、フリーで40分。はい、今すぐ降ります。ありがとね、たっちゃん。さあ、向き合わないかんわね、現実に。ミルクちゃん、もう逃げるには遅すぎるんだわ。そこのおっさん、眠いな。そこのおっさん、
怖いのか。くそ、逃がした。
何やったっけそれ。おはよう、高杉さん。今日も早いっすね。お前、ずいぶんすっきりした顔してんじゃねえかよ。風俗嬢に一発寝てもらったのか、お前。ま、似たところかな。あの男の依頼、受ける覚悟がついたんだな。もう、過去から逃げたりしない。どうせ逃げられっこないんだ。どうして俺が球界を永久追放されなきゃならなかったのか突き止めてみせるよ。そもそも野球賭博に関係してると疑われたきっかけは何なんだ。当時ニュースになったとはいえ15年も前のことだ。俺もよく覚えちゃいねえし、少し説明してくれねえか。15年前のワイバーンズギガンツ戦、球界裏ツーアウト一打さよならのチャンスに、ワイバーンズ藤田監督が代打に送ったのは、それがプロ初打席となる無名のルーキー、つまり俺だった。対するピッチャーはギガンツのエース澤田。澤田の必要なカーブを俺はカットして粘り、そして運命の7球目、沢田が初めて投げたストレートを俺のバットが捉え、打球はスタンド席に吸い込まれていった。俺の人生で最高の瞬間だった。だがそのホームランにケチがついた。そう、その翌日、あのサヨナラホームランが不正行為、サイン等の結果によるものだったとして取り消されたんだ。相手チームのサインは見てはいけない。見えたとしても解読しようとしてはいけない。それが野球の掟なんだ。お前がサイン等を行っていたという証拠でも出てきたのか。 VTR に映ってたとか。いや、そういうわけじゃない。ならどうして。俺がギガンツのサインを盗むように命令して、スタンド席からそれを俺に伝えるように指示されていたという男が名乗り出たんだ。そいつの証言が元でプロ野球連盟と警察が捜査に乗り出したってわけ。誰なんだそいつは。俺の高校の野球部の後輩だった。俺から多額の金をもらって引き受けたけど、両親が咎め自首したんだってさ。だがお前はそんな命令をした覚えはないと。当然でしょ。金を渡すどころか何年も顔を合わせてなかったのに。じゃあそいつがお前に濡れ衣を着せたってことか。なんでまた。さあね、俺もなんでそんな嘘ついたのか、その後輩を問い詰めたけど、結局何も聞き出せなかった。そのすぐ後、そいつは行方不明になっちまったしね。なんだと。まさか他の誰かに消されたってことなのか。さあ、それはどうだろう。どちらにしろ俺一人では真相を探れそうにもなかった。とにかく俺はその日からずっと自分の過去から目を背け、風俗ライターとして生きてきたんだ。ん？お前
さっき警察も捜査に乗り出したって言ったか。サイン通ってそんなに重い罪なのか。ことが野球賭博に関係していると見られたからね。一選手が打率を上げたいがためにやったことならまだしも、でかい金が動く組織的な賭博容疑になっちまったし、挙句チーム全体にまで捜査の手は伸びることになった。ってことはひょっとしたらお前個人への恨みとかじゃなく、ワイバーンズを潰すために仕込まれた罠だったって可能性もあるってことか。そうだとしたらそれは結果的に失敗だね。あの事件で球界を追われたのはチームでも俺だけ。それにあとは藤田監督が騒動の責任を取らされ辞任に追い込まれただけだ。藤田か。そういや昨日のニュース見たか。東京で監督に復帰したみたいだな。15年前にワイバーンズの監督を辞任してから随分長かったな。この人はあの一件で俺以上に人生を狂わせちまった人なんだよ。あんなに俺によくしてくれたっていうのに。お前が一軍にいたのが一日だけならそこまで世話になる関係もねえだろ。そんなことない。二軍で腐りかけていた俺を見つけてくれたのが藤田さんだったんだ。二軍の指導法じゃ俺本来の良さが出ないって言って直々に指導してくれて、そのアドバイスがあって俺は一軍に上がれたようなもんなんだ。恩師みたいなものだったってことか。でもそうか、考えたことなかったけど藤田監督を失脚させるために俺を利用したって可能性もあったのか。だとしたら俺本当に自分が情けないよ。恩をあだで返すってこういうことを言うんだね。まあ本当の狙いが誰であれ事件の裏で必ず得した人間がいるはずだ。ってなきゃ無名の選手をはめる理由なんてねえからな。とりあえずだ、当時のチームメイトとかに片っ端から聞いて回るっていうのはどうだ。球団を辞めてからチームメイトとは一切連絡取ってないんだ。さっきも言ったようにあの一件でチーム全体にも野球賭博疑惑がかかったりして今さら合わせる顔もないって感じなんだけどね。唯一知ってるとしたら球団専属のマッサージ師だった人が金栄町にいるんだ。マッサージ師？おい、それってもしかしてお前が金を借りてるあいつのことか。うん、宇野さん、今は小さな鍼灸院やってる風俗狂いなんだけど、チームメイトからの信頼は厚い人だった。その鍼灸院の場所は帯板通りと紬通りの交差してるあたり。早速行ってみます。意外と小綺麗じゃないか。いるかな宇野さん。ま、入りますか。宇野さん、いる？留守。戸締まりもしねえでのんきなやつだ。宇野さん、またどっかの風俗行ってるな。だったらここでマッスしよう。すっきりしたら戻ってくんだろ。それが今宇野さんすっきりできるお金ないんじゃないかな。俺から3万回収しようとしてたくらいだから。じゃあ何しに風俗行ってんだよ。そんな時は決まって
写真見学回り。永遠にお店をはしごして写真を見てるよ。じゃあいつ帰ってくるかもわからねえじゃないかよ。探しに行くしかないね。機嫌に何店舗あると思ってんだよお前。宇野さんは新人好きだから、新しい子が入った店をしらみつぶしに探していけば会えるはず。いらっしゃいませ。怖いのか。
ん？いえ、
いえ。いえ。このおっさん、殴らせろや。遊ぶ気もあれせんのに来るんじゃにゃーよ。なんでだよ、冷やかし大歓迎って表に書いてるだろ。これでも30分も写真だけ見とるやつがどこにおる。お、見つけた。死ねた、返せ。すぐ俺の3万返せ。本物の新人発見したんだ。しかも業界未経験、平成生まれ。働きなよ宇野さん。新旧院ほったらかしてこんなことばっかりしてるから。てめえが言ったことか。さあ返せ。ちょっと待って、今日は聞きたいことがあって。金が先だ。俺が立て替えて払ってやる。いや、いいっすよそんな。なんで、風俗行けるんだから立て替えてもらおうよ。俺はお前と違ってヤバいやつには関わりたくないんだよ。別に借りるわけじゃなくて返してもらうんだから。嫌なこったい。ああいうやつは一度関わると骨の髄まで食い物にされちまう。だがお前からいつかきっちり返してもらうからな。参ったな、唯一の手がかりなのに。品田、あいつの携帯番号教えろ。え？もしもし、宇野鍼灸院さんですか。実は今から施術をお願いしたいんですが。はい、一番長いコースで。はい、よろしくお願いします。あのエロ親父、風俗代が手に入ると思ってウキウキしてたぞ。じゃあ鍼灸院に戻りますか。逃がさねえぞ。おん、止まれ。大丈夫か。品田、大丈夫か。なんとか。本当かよ、医者呼ぶか。大丈夫、多分。そうか、タグふざけやがって。どこのバカだ、俺の金づる殺しかけやがって。そっちの心配。おいおい、大丈夫かよ。ダメ。何なんだ今日は。運が悪いにも程があるぞ。俺も帰りたくなってきた。ちょっとそこのおっさん。いるいる。単純なやつだ。
いらっしゃい。で、お前か。お金ならちゃんと払うよ。あの闇金屋の金だろ。その闇金屋ならここにいるけど、宇野さんの客としてなら問題ないでしょ。横になれ。15年ぶりだな、お前の体を見るのは。俺も性感以外のマッサージを受けるのは現役の時以来だよ。宇野さん以外に筋肉触られたくなかったしね。トレーナー冥利に尽きる言葉だ。宇野さん、どうして球団専属辞めちゃったの？宇野さんほど腕のいいトレーナーはそうはいない。球団も必死に引き止めたでしょうに。チームに帯同して日本中の風俗巡りできるのは良かったんだがな。朝が早かっただろ。だから早朝割引が使えなかったのが悔しくてな。まあそういう面じゃ今の方がありがてえよ。まったこんな時まで冗談言わないの。クビになったんだよ俺も。15年前、お前が追放されたのとほとんど同時期だ。俺の他にいい球団専属トレーナーが見つかったからって突然電話で解雇を言い渡されたんだ。開幕前に契約延長して、少なくともそのシーズンは専属が決まってたってのに、その直後いきなりクビだなんて言われたんだ。知らなかった。お互い過去の話はしなかったからな。それなりに花のあった野球界から突然掘り出されて、何が何だかわからないまま気づけば15年。こんな生活もお互い板についたもんだよな。で、聞きたかった話ってこんなことか？いや、宇野さんさ、例えばの話なんだけど、俺が球界を追放になって誰か得した人っていると思う？どうした？お前からそんな話振ってくるなんて珍しいな。得をした人間いるわけねえだろ。監督、選手、ファン、誰もいいことなんてあれしなかった。おまけにヤクザまで損したもんだ。ヤクザ？覚えてねえか。お前の八百長容疑がきっかけになって野球賭博が一斉摘発されたの。ああ、そういや。当時この辺りで賭博の利権を持ってた2つの組もよ、摘発のせいでしのぎ削れなくなって名古屋から撤退したって話だ。2つの組？ああ、東と西のでっかい組だよ。東城会と近江連合だっけ。昨日牛島さんの店でその組の人たち見たよ。お前、あん時のプロ野球選手だってバレたらぶっ殺されてもおかしくないぜ。大丈夫だよ。金鋭で俺の過去を知ってるのは宇野さんだけだし。なんであんなことが起きちまったんだろうな。みんなただ野球をやってただけなのに、何が野球賭博だ。結局宇野さんに聞いても手がかりなしか。よし、調整完了。久しぶり、体軽くなった。当たり前だろ、俺を誰だと思ってんだよ。悪いね、宇野さん、変なことばっか聞いちゃって。ま、おかげで風俗代稼げたぜ。じゃ、ありがとう。ん？おい、品田、携帯忘れちまってんぞ。な、宇野さん？思い出した。まさかあの時の携帯のせいなのか。ん？携帯がどうかしたんですか？ほら、さっき話したろ、15年前俺が突然クビになった時のことだ。実は
あの時も今みたいに選手がマッサージルームに忘れていった携帯を届けたことがあったんだ。ああ、誰の携帯？あれは、そう、確か真鍋だ。真鍋の携帯だった。ああ、真鍋さん。真鍋っつったら当時ワイバーンズの4番を打ってたあの真鍋か。そうだ、あの時真鍋は携帯をなくして大騒ぎしていたんだ。これ誰の携帯だ？その日マッサージルームに忘れてあった携帯を見つけた俺は急いでロッカールームに持って行った。そしたら、おい、どこだ？俺の携帯がなくなっとるぞ。誰か知らんか？おい。真鍋さん、これ。チャーギー、なんでてめえが持ってるんだ？真鍋は俺から携帯を取り上げると必死になって何かをチェックした。ちょっと真鍋さん、ありがとうの一言くらい言ってくれても。ちょっと真鍋さん、それよりおめえ携帯の中見てねえだろうな。あの時の真鍋の目、あれは普通のもんじゃなかった。携帯の中には何があったんだ？さあ、あの頃は俺もまだ自分の携帯なんて持ってなかったから使い方がよくわからず何も見やしなかった。だが今思えばあの時の真鍋の態度はちょっと変だった。ひょっとしてその携帯野球賭博に関係していたとか、メールで指示が来ていたとか。ありえるな。あんたは野球賭博に関するメールを見たと疑われ、それで球団をクビになった。そうか、そういうことだったのか。真鍋さんを調べてみる必要がありそうだね。今何してるかわかる？確か5年ぐらい前に引退したよな。ああ、その後いろいろ事業を起こしたんだが、ことごとく全部失敗して、今は狩場町で小さな焼肉屋をやってる。焼肉屋か。一度食いに行ってやったら追い返された。そう思うとますます怪しく感じてきたな。焼肉屋、俺も行ってみるよ。ありがとう。なんとか。危うく死ぬとこだったぞ。本当だよ、全くどうなってんだ。へえ。真鍋さん。誰だったかな。勝手に調理場に入られると困るんだがね。覚えてませんか？そうっすよね、たった一日一軍にいただけの選手のことなんて覚えてませんよね。
あんた品だけ思い出してもらえて光栄です。身なりが変わってまって気ぃつかんかっただけだわ。あんたのことは忘れたくても忘れられんがね。そりゃどういう意味の忘れられないだ。バッターとしての品田が忘れられないっていう意味じゃねえよな。うん、あんたは品田の連れだ。気にしないでくれ。真鍋さん、仕事中申し訳ないんですが、ちょっと聞きたいことがあって。何の用だ。できることならあんたの面なんて見たねえわ。おいおい、15年ぶりに訪ねてきた後輩に対してあんまりじゃねえのか。それともこいつに嗅ぎ回られたくないことでもあるのか。例えば野球賭博のこととか。俺以上その言葉を口にするな。死にたなかったらな。あからさまな脅しだな。これじゃ疑ってくださいって言ってるようなもんじゃねえか。宇野に聞いてきたんか。ええ、聞きたいこと言うのは15年目のことか。はい。でももちろん俺は野球賭博があったなんて思ってない。実際俺はサイン等なんてしてなかったわけですから。ほんなら何が聞きたい。確認しておきたいんです。当時ワイバーンズの中心選手だったあなたの口から野球賭博はなかったと聞きたい。それだけです。話したるわ。だでこれ以上その件について探ろうとするな。いいか、野球賭博はあった。誰からの指示かわからん。だが勝敗を操作するためにサイン等や八百長の指示が携帯に入ってきとったのは確かだわ。その指示に逆らった選手はなぜか数ヶ月以内に球団を去ってった。だで俺たちは野球選手であり続けるためにその指示に従い続けたということだわ。そんな、でもずっと球団にいたけど俺はそんな事実一度も。あんたは一軍にたった一日おっただけだ。不正行為の指示を受け取ったのは一軍のレギュラー陣だでな。こんなにもあっさり認めるとは驚きたいな。肉も野球も同じなんだわ。客に出される肉はよ、こういった食べれえせん筋を裏方が必死になって取ってまって手間暇かけて綺麗になった一部分を表に出すんだ。野球にだって表には出せえへん部分があるってことだわ。出す必要もねえ。観客の誰もそれを見ることを望んどらへんわ。だでよ、知らんで済むことなら知らんでおった方が楽なんだよ。うみゃ肉食うのに悲鳴あげて殺されていく牛の姿なんて想像したねえだろう。知らんでええんだよ、裏で何があったかなんて。知らん方がいい。俺にとって野球は全てだった。ここまで知ってしまって、はいそうですかなんて言えると思いますか。真鍋さん、あんたはもう野球界離れてる。当時の野球賭博のことを公にしても時効で罪に問われないはずだ。その黒幕は誰だったのか突き止めようと思わなかったのか。思わんこともなかったが、危険を犯してまで突き止めようとは思わんかったわ。危険？実際ワイバーンズから他球団にトレードされた選手の一人がそのことを暴露しようとしたんだ。八百長に耐えきれんかったんだろう。だがな、そいつは不慮の事故で死んでまった。事故？
ダディ俺以上探るのはやめろ。よう分かっただろう。俺もあんたもマジで命が危なくなるぞ。もはや危険な目に遭っとるんじゃないか。もう身に覚えぐらいあるだろう。そういえばまさかさっきの。もうキャーリー、キャーっていつもの生活に戻れ。最後に一つ聞かせてください。なんで15年間隠し通していたことを教えてくれたんですか。危険だということは承知していたはずなのに、どうして。結果的にお前が追放されたことをきっかけに野球賭博がなくなったのも事実だ。だでお前には知る権利がある。そう思っただけだ。俺が追放されて野球賭博が終わった。何なんだよそれ。さっきの質問が最後だと言ったろ。あとは自分で考えろ。そしたらわかるはずだ。これ以上首を突っ込むことがどんだけどえらいことなのか。店長、今日やっとらんの。おお、今開けるとこだで。どうぞ。やはり野球賭博は行われていたのか。一体誰が仕組んだんだ。八百長を仕組む必要のある人間。答えは簡単だ。うちの長男でもわかるぜ。野球賭博を仕切ってたヤクザ。おお、ついに息子に追いついたか。小6だけどよ。だけど結果的にそのヤクザも俺のせいで賭博の利権を奪われた。やっぱり得をした人間なんて思い浮かばないよ。ヤクザが利権を奪われ名古屋を撤退して喜ぶ人間、地元の敵ぐらいか。いや、東条会と近江が去った直後に名古屋組が誕生して今に至ってるんだ。この土地で極道不在だった時間はゼロに近い。そうか。あ、得してるじゃん。誰がだよ。名古屋組だよ。確かに東条会と近江、東西の大勢力が仕切ってた土地をタダで手にできるほどうまい話はね。まさか15年前のホームラン、あの一連の騒動は名古屋組を設立するために仕組まれたもんだったってのか。野球賭博を利用して東条会と近江連合を名古屋から追い出す、そのためのサイン等疑惑、そしてあのホームラン。それが真相だとしたらこれほどヤバいことはね。品田、悪いことは言わねえ。もう手を引くんだ。名古屋組か。高杉さん、俺は相手が誰であろうともう引きたくない。俺を名古屋組の組長と繋いでください。やめとけ。真鍋の言ってた通り、これ以上は首を突っ込むことはやめるんだ。なんで。高杉さん、名古屋組と繋がってるんでしょ。組長を紹介してくださいよ。そうすれば報酬がもらえるし、借金だって。俺は別に
お前の指をプレスすりゃいいだけで。高杉さん、俺はもう指なんか惜しくない。だけど自分の身に何が起きたか知りたいんだ。すまん、俺は名古屋組とつながっちゃいないし、会ったこともない。え？え？1年前にこの町に来てな、誰も見たこともねえくせに誰もが知る名前、その名古屋組の名前を使えばみんな震え上がるって知って、脅し文句に使ってただけだ。そんな、実際のとこ名古屋組って組織は組長も構成員もわからねえ謎だらけの組織なんだよ。俺もよく知らねえんだ。じゃああんたなんかにビビることなかったってわけか。とんだほら吹きだな。なんだとこら、憎みじゃねえよ。ケツ持ちのいねえ金貸しなんだ怖くねえよ。殴ってみろよ、訴えてやる。こんなとこで喧嘩しても意味ないよ。とにかくこれではっきりしたんだ。もし名古屋組の組長ってやつから話を聞き出せれば2000万円の依頼は完了。高杉さんに借金は返せるし、俺は自分を利用した人間を知れる。だからその名古屋組ってのも、そこの組長ってのも実在するかどうかもわからないんだぞ。でもそれ以外道はない。でもどうやって探すんだよ。ん？匂わないか？ガス漏れてんぞ。窓開けろ窓。誰だ？どういうつもりだ。いや、その私はただ、なんでこんなことを。すいません、実は。危ない、来たぞ。これひでえ事故だな。事故じゃない。え？あそこの屋上に人影が見えた。屋上って何も見えねえぞ。どんな視力してんだお前。視力は 2.0、 動体視力にも自信があるけど、まさか。どんなやつだったんだよ。なんでこんなところに。知った顔だったのか。
誰なんだい？ワイ・バーンズでチームメイトだった酒井さん。酒井？どうしてお前が。酒井さん、あんたが殺したのか。答えろよ酒井。ここじゃ人目につくでよ、中入るめ。酒井さん、説明してくれ。どういうことなんだ。元気にやっとらせるな、品田、宇野さんも。勝手だいうことは分かっとるけど、品田、みんなをよ、俺をよ許してちょ。そんなもん持って許してほしいってどういうつもりですか。品田、スラッガーにとって一番美しいプレーは何か知っとるか。犠牲フライだがや、チームのために犠牲になる。自分が塁に出ることは絶対ねえが、誰よりもチームに貢献しとる。品田、お前のことは絶対忘れせん。許したってちょ。後悔してももう遅いでよ。酒井さん、頼むから話してほしい。どうしてこんな真似を。たまたまあの時よ、おめえが一軍に昇格してきたことでよ、一軍の中でおめえだけが事情を知らせんちゅう都合のいい状況が生まれてまってよ。俺はな、品田、おめえには悪いことしたと思っとるが、おめえを犠牲にしてまったことを全然後悔しとらせん。犠牲？おう、おめえは名古屋のために犠牲になってまったんだわ。名古屋の犠牲って何なんだよ。どういう意味なんだよ。はっきり言ってくれ酒井さん。そりゃあ、お、酒井さん、酒井さん、おい、ダメだ、
死んでる。俺が名古屋の犠牲になったってどういう。